よし、オッケー。はい。こんにちは、あつしさん。こんにちは、ベンジローさん。さあ、あつしさん、今、家にいますよね。はい。はい、家に、ベッドルームですか？います。そうです。私の、ベッド。日本人はみんなベッドを使いますか？いいえ、みんなじゃないです。でも、たくさんの人はベッド使います。あつしさんの親、親は、ベッド使いますか？はい。私の親は、ベッドを使います。お父さんと、お母さん。じゃあ、親の家ですか？この家は。そうです。はい。ここは、親の家です。ベンジローさんは、ベッドを使いますか？使います。はい。はい。で、あつしさんの親は仕事をしていますか？私の父、仕事をしていません。でも、お母さん、母は、先生をしています。学校の先生をしていますか？幼稚園の、幼稚園の先生。子供が好きなんですか？はい、そう思います。母は子供が好き。あつしさんは、子供好きですか？いえ、私はあまり子供が好きじゃないです。嫌いですか？嫌いじゃないです。好きじゃない。は、どうですか？私、子供は好きです。ああ、好きですか？はい。ああ。でも。でも欲しくないですね。あ、欲しくないですか？はい。自分の。そうか。どうですか？作ればいいと思いますか？作ればいい。子供、作ればいいと思いますか？作らない方がいいと思いますか？私は子供を作りたいです。自分の家族が欲しいです。ね。そうそう。たくさん子供を作りますか？たくさん作りません。一人か二人。じゃあね、お金は持っていますか？お金ですか？はい、お金。はい、お金は少しあります。少し持っています。やっぱりたくさんお金たくさんじゃない。たくさんじゃない。たくさんお金が必要になりますよね。はい、そうです。たくさんお金が必要です。でも大丈夫です。じゃあ、あつしさんには彼女がいますか？いえ、彼女がいません。はい。彼女がいません。彼女が必要です。今は必要じゃないです。でも、ね。あ、すいません。必要です。
今欲しいです。子供を作るときが必要ですね。その通りですね。男は子供が作れません。ん？作れません。作れませんね 作れません。じゃあ、女の人は、どこで、会えますか？いろいろなところで会えますね。例えば、学生の人は学校で出会います。あと、そうですね。とか、あつしさんは学生ではない。学生じゃないですね。私は学生じゃないです。いいですか。あつしさんが、ね、学校に行って、女の人に、会うために。ああ、私が学校に行く。そう、なんか大学に行っ大て、学に行って。女の人に会えますね。会えます。今ですか？そうです。私が学生の時ですか？今です。今、いや、今は会えません、会えません。あ、無理ですか？無理、無理。変です。変で変です。す。はい。どこがいいですか、あつしさんは。女の人に会うとき。そう。あ、パーティーが一番簡単です。飲み会が一番簡単です。ね、よく飲み会に行きますか？はい、時々飲み会に行きます。そうですね。弁次郎さんは？よく飲み会に行きますか？いやー、全然、行きません。そうですか。私はあまり、人に、会うことがありません。おお、そうですか。お酒は好きですか？あ、好飲みますきか？ではないですね。好きではない。ああ、なるほど。日本人は、みんな、お酒が、好きですね。そうですね。たくさんの人、お酒好きです。女の人も。たくさんの女の人、好きですね。はいはい。タイはどうですか？タイ人。いやー、わかりませんね。日本みたいに、みんなが、飲み会に行くのは、あまり見たことがありません。そうか。そうですか。タイの男の人はどうですか？まあ、多分友達とは行きます。けど、なんか会社のみんなでああ。行くかはわかりませんね。そう日ですね。本人は、会社の人と飲み会に行くことがありますよね。はい、よくありますね。日本の、文化だと思います。じゃあ、あつしさん、今、仕事をしていますか？今は仕事をしていません。あ、でも、iTalki、コミュニティチューターをしています。
結構、たくさんのレッスンをやりましたね。いえ。まあまあです。今、1年くらい、iTalkieをしました。楽しいと思いますか？はい、楽しいです。楽しいと思います。でも、お金が少ないですね。ね。うん。iTalkieが 15% 取ります、はい。取りますね。はい。大きいですね。うん。15% は大きい。じゃあその会社の仕事は、うん、いつしますか？はい、私は来週からスタートします。来週から？はい、4月から。スーツを、うん、来ますか？いえ、私の仕事はスーツを、うん、スーツを着ません。着ません。着ません。うん、サラリーマンではない、はい。サラリーマンではないです。会社ではありません。あ、はい。そうですね。私の仕事難しいですね。人を助ける仕事です。うん。だから、オフィスでパソコンとかじゃない。じゃあ、お金は、いいですか？あ、お金はまあまあですか？まあまあです。はい、よくはない。よくはない。よくはない。はい、サラリーマンの仕事はお金はいいですか？いい。会社によります。大きい会社はお金がいい。でも小さい会社は悪いです。じゃあ、あつしさん、何歳ですか？はい、私は28歳です。そうですか。日本、はい、ね、日本に、ずーっと住んでいましたね。いいえ、日本にずっとではありません。うん。ね、ニュージーランドとベトナムに住みました。ニュージーランドとベトナムと、あとどこだっけ？あとフィリピン。フィリピン。あら、うん、住んでました。住んでいました。日本を出ない日本人もいますよね。はい。とても。どうして日本を出ませんか？まあ、日本を出るのは高いです。はい。そして、時間があまりありません。
じゃあ、あつしさん。うん。お金、ね、持っていました。お金、持っていました。はい。ね、はいはい。ラッキーでした。じゃあ、あつしさんは、うん、うん。あの、日本人の男の人、ですね。うんはい、私は日本人の男の人です。はい、女の人になりたいですか？うん、ああ、いい質問ですね。なりたいです。ん？うん。面白そう。ね。日本では、その、男の人が、もらうお金と、女の人が、もらうお金は、同じですか？はい。若い人は、同じと思います。でも、40歳、50歳、60歳、うん、うん、男の人の方が多いです。うん。それは、どうしてかわかりますか？うん。女の人は、日本で、女の人は、子供がいるとき、やめます。あ、ちょっと、今の聞こえませんでした。もう一度、言ってください。はい、女の人は、子供がいるとき、仕事をやめます。もしくは、休みます。うん。うん、そして男の人はいつも働きます。はい。そして男の人はたくさんお金を取ります。でも、あの、もし、あの、うん、女、女の A さんと、うん、男の B さん、うん、その二人も、うん、あのマクドナルドでマネージャーをしています。うんうん、その場合、うん、二人もそのもらうお金が同じですか？うん、はい、それは同じだと思います。マネージャー同じですね。多分。はい。じゃね、あつしさん、うん、女の人になりたいですね。うん、はい、なりたいです。うん、女の人は、うん、たくさんメイク、うん、メイクを使いますね。そうですね、メイクを。しますね。使いますね。あつしさんはメイク使いますか？まあ私は使いません。メイクしません。ベンジローさんはメイクしますか？しませんね。うん、しませんね。の人に、女の人になりたいですか？なりたい時があります。ああどんな時ですか？その、YouTube、うん、を、あの、もっと人に見てほしい時？はい。やっぱり、私が可愛い女の人だったら、うん、
もっと人が見るでしょう。ああ、そうか。女の人の方が人気がありますか？そうですね。YouTube で。男の人も女の人もみんな女の人を見たいです。なるほど。なるほど、なるほど。そうですか。じゃあ、日本で女の人に、なれますか？アメリカでは、なれますね。男が女の人に。はい。はい、日本では、ああ、私はわかりませんね。なれるのかな？見たことがありますか？見たことあります。でも、法律？わかりません。じゃあ、あつしさん、友達と、何をしますか？どんなことをしますか？あ、すいません。もう一度お願いします。あつしさんは、友達と、どんなことをしますか？はい。キャンプに行きます。キャンプですか？うん、キャンプに行きます。どこですか？キャンプ。山です。山に行きます。楽しいですか？うん、とても楽しいですよ。キャンプ。ベンジローさんはキャンプ好きですか？キャンプ、あまりしたことがありません。ああ、したことがありませんか。はい。私は、トイレが必要です。おお、そうか。トイレが必要ですか？キャンプの時はトイレがありませんよね。はい。そうです。山でしなくてはいけません。いやー、そこはちょっと。あ、そうなんだ。はい、オーストラリアの人、アウトドアが好きですね。ええ。でも、ベンジローさんは、あまり好きじゃないですか？いや、まあ、トイレがあれば。あ、トイレがあれば。大丈夫です、ね。トイレがあれば大丈夫。はい。じゃあ、厚志さんは、友達と、ビーチに、行きますか？ビーチ。時々行きます。うん。あまり行きません。日本のビーチはいいですか？日本のビーチ、とても楽しいです。ヌーディストビーチはありますか？ヌーディストビーチは日本に多分ありません。私は知りません。あるはず。そうですか。ですけど。そうですか。伝次郎さんは行きましたか？日本のヌーディストビーチに行きましたか？行きませんでした。行きませんでした。
でも、日本人は、ま、ね、温泉。うん。温泉に行くときは、その、裸になりますよね。はい、そうです。裸になるのは、恥ずかしくない。うん、全然、恥ずかしくないです。恥ずかしくないですね、日本人は。うん。全然恥ずかしくない。その、オーストラリア人とかは恥ずかしいですよ。はい、そのようですね。うん。だからね、日本にもヌーディストビーチがあるはずですが。ああ、多分、温泉は男の人だけ。女の人だけ。確かに。別、だから大丈夫。でも、ヌーディストビーチ、男女。これは恥ずかしいと思います。あ、そう。男と女が一緒になる温泉はありませんか？少しあります。でも、あまり有名じゃありません。温泉、別、別。別々。別々うん、温泉によく行きますか？はい。よく行きます。うん、私は温泉大好き。うん。その、温泉に行く前に、ご飯を食べますか？私はご飯を食べます。ご飯を食べた後で温泉に行きます。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。全然大丈夫。これは変ですか？まあそのご飯を食べた後で、プールに行くことはありませんよね。その食べてすぐプール、あまりありませんね。危ない。危ない。でもプールはリラックス。あ、違う。違う。違う。お風呂は、温泉は、リラックス、リラックス。ああ、そう。プールは、泳ぐから。はい。違いますよね。はい。じゃあ、あつしさん、電車を使いますか？電車をよく使います。ね、電車を使ってどこに行きますか？はい、電車を使って東京とか、あと羽田空港、成田空港に行きますね。電車が好きな日本人いますよね。はい。電車、はい、オタク、はい、はい、よくいます。この前も見ました。そう。うん。駅で、そうそう、駅で写真を撮っていました。あつしさんは、その、
電車の写真。うん。写真を撮りますか？電車の写真は撮りません。うん。でも、子供の時は撮りました。電車はかっこよかったです。うん。カメラ、持っていますか？カメラは持っていません。いつもスマートフォン使います。じゃあ写真、撮りますか？時々。時々撮ります。うん。そうね、食べ物の写真撮りますか？ああ、いいえ、私は撮りません。はい。どう思いますか？食べ物の写真を撮る。どう思いますか？その、たくさんの人が、食べ物の写真を撮って、Facebook とか Instagram に、載せています、うん、そうね、うん、私はあまり写真を撮るのが好きじゃないです、うん、あ、好きじゃないですか、あ、そうか、じゃあ旅行の時写真を撮りませんか？撮りません。旅行の時も、写真撮りません、うん。そうですか。その、後で、うん、写真を見ません。うん、後で写真を見ません。見ません。そうか。じゃあ、厚志さん、うん、Facebook をやっていますか？はい、私は Facebook をやっています。Instagram やっていますか？ Instagram をやっていません。やっていません。日本では Instagram は人気じゃないですか？人気じゃなくないです。たくさんの友達はインスタグラムをやっています。でも私はしません。じゃあね、Facebook でコメントをしますか？うんうん、あ、時々コメントをします。例えば、友達が結婚するとか、はい、大きいイベント、うん、の時はコメントをします。本音を言いますか？あ、すいません。もう一度お願いします。あつしさんは Facebook で、うん、コメントで本音を言いますか？うんうん、本音を言いますか？いつも簡単なコメント。おめでとうとか、はい、うん、そう、うん、そう、はい、長いコメントはあれしません。あ、そっか、うん、政治、うん、政治、政治は好きですか？政治あまり好きじゃないです。今のリーダーは、うん、安倍さんですか？そうです、今のリーダーは安倍さんです。いいと思いますか、安倍さんは？うん、私はいいと思います。うん、彼は経済、お金を、お金について考えています。うん、人はみんなお金が好きですから、うん、彼はいいと思います。うん、
アツシさん、うん、いつか、うん、日本のリーダーになりますか、うん、私なれません、はい、なれませんなれませんどうしてですか。はい、日本のリーダー、はい、日本のリーダーになるのはとてもとても難しいです。何が必要ですか。たくさんのお金と、能力。お金と能力。能力。たくさん、そうです。うん。難しいです。じゃあ。アツシさん、何になれますか、うん、はい。私は、小さい会社のリーダーになり、なれます。はい。でも日本のリーダーにはなれません。日本のリーダーはたくさんお金をもらえますか？よくわかりません。でも、リーダーですから、たくさんお金があると思います。うん。あつしさん、うん。じゃあ。来週、ね、仕事を始めます、うん。はい、来週から始まります。楽しみですか？楽しみにしていますか？うん、そうですね。50% ね。楽しみ、うん、50% めんどくさい。いやでもあの、うん、お金が必要です。その通りです、ね、その通りです。うん、うん、いいですね。うん、あ、もう一度ちょっと聞こえませんでした。はい、すいません。楽しみです。私は2年間働いていませんから、はい。久しぶりに、うん、フルタイム働きます。うん、ホームレス。うん。うん、ホームレスになったことがありますか？ホームレスになったことはありません。ありません。ホームレスになれば、うん、仕事をしなくてもいい、うん。そうですね。しなくてもいいです。なりますか？いません。ホームレス、寒いと思います。寒いね。うん、ホームレスの人、うん、時々見ますか？はい。はい。よく見ます。特に川の近くにホームレスはいます。どうしてホームレスになりましたか？彼らは多分いろいろな理由がありますね。でも
彼らにはいろいろな理由があります。なんか、家族が、なんか、追い出す。家族が追い出す。それはありますかね。でも、あると思います。少しあると思います。あつしさんは、家族と、仲がいいですか？まあまあですね。私は、家族とよく話します。話します。はつしさんには兄弟がいますか？はい。二人。います。ちょっと音が飛び出ちゃってます。すいません。二人。はい。妹がいます。妹が二人いますか？そうです。じゃ妹とよく話しますか？いいえ。あまり話しません。プレゼントをあげますか？プレゼントをあげないですね。あげません。そうそう。ベンジローさんの家族はどうですか？仲がいいですか？まあまあです。時々話します。時々話します。彼らはオーストラリアにいますか？ええ、オーストラリアにいます。いや、やっぱりまあね、みんな違いますよね。仲がいい人、仲がいい家族と仲が、まあ。よくない家族いますよね。はい。あつしさん、ね、いつか、自分の家族を作りますね、そうですね、はい。作りたいです。子供に、ソーダをあげますか？子供にソーダ。どうですかね。あまり考えたことがありません。でも、あげると思います。ゲームをあげますか？ゲーム？ゲーム。そう思います。あげる？はい。お金あげますか？お金少しあげます。例えば中学生とか高校生、少しお金をあげます。iPhone をあげますか？高校生、多分あげます。はい。日本の高校生はみんなスマートフォンあります。スマートフォンですか？みんな。今はスマートフォンです。はい、私が高校の時、普通の携帯でした。いやー。そのスマートフォンがなければちょっと大変ですね。ねえ、私の妹は高校生です。彼女はいつもツイッターとかSNS たくさんやっています。
いやー、ツイッターって、うん、たくさんの日本人が使っていますよね。そう思います。どうしてですか？多分楽しいからですかね。私はツイッターをしませんからわかりません。でも、はい。まあ、皆さんコミュニケーションが必要。と思います。日本人は、うん、うん、なんか人を、なんでしょう、うん、バカにしますか？なんかインターネットで、うん、人を、はい、まあ、いじめる、はいはいはい、バカにする。はい、しますか？あります、あります。そうですね。残念ながら。YouTube。うん。YouTube 見ますか？ YouTube よく見ます。毎日見ます。へぇ。何を見ますか？例えば、バスケットボール。とか、と、お笑いとか、あと、例えば外国人の、あら、ちょっと、音が。すいません。と、外国、もう一度。外国人の YouTube のブログ。はい、そしてそれは英語のリスニングのため。じゃあね、勉強になりますか？うん、とても勉強になります。うん。日本人の YouTuber、うん、見ますか？いえ、全然見ません。うん。そのたくさんご飯を食べる、うんうん、日本人の、はい、女の人がいるんですけど、はいはい、見たことがありませんか？それは YouTuber の方ですか？そうみたいです。ああ、それは私はわかりません。小さい女の人ですけど、うん、たくさんものを食べます。テレビでは知っています。うん、おそれはどう思いますか？たくさんご飯を食べて、うん、みんなに見てもらう人。まあ、それが趣味ならいいですね。でも、仕事のために無理をしているのは良くないと思います。なんか、日本人で、たくさんホットドッグを、うん、あ、食べる、有名な人、いますか？知ってますか？知りません。わかりません。あまり日本の、その、YouTuber の人のチャンネルを見ません。テレビのお笑いをよく見ます。あつしさん、うん、ね、その YouTube やりますか？ビデオを作りますか？うん、自分のビデオは作りません。どうしてですか？そうですね。あまり興味がないです。まあね。じゃあ、
間となりました。そうです、1時間です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。